はい、こんにちは、チューでーす。あのね、キャンドゥさんのもの、これダイソーさんだ。レジン使ったことないんですよ、キャンドゥさんのレジンって。今まで私やってみよう系が多いんで、ダイソーさんとかセリアさんのレジンを使ってたんですけど、キャンドゥさんのレジン、そういえば使ってないなと思って、これが透明レジンなんです、5g。量は一緒ですね、他の100均さんと。ちょっとこれ使ってみたいんですよね、ハードタイプで。これちょっと使うかわかんないんですけど、売ってたんですよ、ラメタイプ、ハードラメタイプって。何、透明にラメが入ってるのかしら。 4g で、一番気になったのがこれ本当に面白いから買ってきただけなんですよ。チョコレートって書いてある。カラー UV レジン液チョコレート 4g で、これもハードだったんで、どんなのみたいな。これチョコレートっぽくね、本当に。これお菓子売り場に売ってたらさ、やばいよね。だからね、ここにね、食べ物でありませんって書いてあるチョコレートって書いてある。これ子供危ないよね、こんなの食べちゃうじゃん。お菓子売り場にあるよね、これ。あ、お菓子売り場って、お菓子作る材料のところ。これをね、が気になったんですよ。何を作ろうかなと思ったんですけど、キャンドゥさんのこのアイスの枠買ってあって使ってなかったんで、チョコレートだったらアイスかなって単純発想です。で、ちょっとチョコレート試したいんです。何、チョコレートって本当にどんなレジンなんだろう。じゃあちょっと準備しますね。これ枠なんで。コーン何色にしよっか。コーンってさ、普通、あ、うちアイス屋だった。あ、2種類あるんだよね。うちベージュの普通のコーンと薄い茶色、あとワッフルコーンがあるんですよね。ちょっと濃いめの茶色、まあ、どっちみち茶色じゃんっていうことで、じゃあ茶色かな。茶色はないな。チョコレートをアイスに使いたい。了解。パステル、じゃあ準備します。はい、こんな感じで用意しました。パステルはね、蛍光色にする。ちょっとね、真面目なアイスじゃなくて、そんなアイスないだろってアイスがいいっていうか、アイスをあまり知らない。じゃあどうしようかな。ハードタイプ、キャンドゥさんもそうだね、今まで使ったことないね、レジン初めてだ。お、先端長っ。あら、綺麗。綺麗。マジか、これは。そこまでは。でね、コーンでしょ、コーンね。そんな暗くなりたくないんだよね。オレンジにしようかな。ちょっと違うな。黄土色入れてみよう。あ、そうそう、こんな感じ。いいじゃん。ラメ入れちゃおうかな。やめよう。やめよう。それはやめよう。これで、コーンね。習った通り、キットで習った通り、一定方向にって、一定方向にやって粉は混ざらないよ。あ、コーンみたいじゃない。じゃあキャラメルか、これ。まあいっか、茶色だもんね。ワッフルコーンに近いな、この色。よし、コーンはこの色でいきます。このね、枠結構厚みがあるわ。すんごいしっかりしてる枠、キャンドゥさんの。これあれだね、
一度効果やめようかな。2回に分けよう。あ、でもいけるかも、1回で。いや、ね、違うのやめよう。そんなにちゃんと効果したい。コーンの部分がこの色でいきます。はい。でね、アイスの白はね、ダイソーさんのホワイト持ってきました。じゃじゃーん、えい。てっぺんバニラ。これ楽しんでるだけの動画みたいになってるんですいませんね。あのチョコレートレジンを試したいだけなんで。てっぺんバニラね。透明度のあるバニラだ。でここで2段目のアイスがチョコレート。どんなんなのチョコレートなの。本当にこれやばいって。これ絶対子供危ない。食べちゃうよね。食べないか。チョコ、あ、チョコだよ。いや、ほんとチョコだよ。ちょっと、ズーム。チョコ出てきた。ほら。面白い。チョコレート、うわぁ、チョコレートじゃん。アイスのチョコってこんな濃いっけ、これ。これ食べちゃうね。面白い。チョコレートのレジンだ。本当のチョコじゃん。面白い。この3色でちょっと十分綺麗じゃない？チョコレート面白い。やばい。ちょっとツボになった、これ。綺麗だね。綺麗な色ですね。ちょっとこれで一回効果してきます。はい。どうしよう、効果しようかな。あ、ちょっとね、待って。ブリオンのこのね、7色入れたい。7色か知らない、何色だか。てっぺんにね、あの何、チョコフレークみたいな感じ。前にね、ダイソーさんで、あの、チョコフレーク、本当のチョコフレークみたいな、あの、ちょっとなんつうの、棒状の短いやつな、わかってくれますかね。お菓子売り場に売ってるやつ。あれのね、プラスチックのやつが売ってたの。で、それが欲しくて、買いに行ったらなかった。遅すぎた。沈むよね、知ってる。そしたらね、ちょっと一回硬化してくるわ、やっぱり。やばい、チョコレートとこのゴールドが超綺麗なんだけど。はい、1層目の硬化が終わりました。超可愛いんですけどって言って、あの、これ先硬化してきますって言ってから2時間ぐらい経ってる。お店が忙しかったよ。あとね、ちょっといろいろ副業の方の打ち合わせとかがあった。ということで、忘れちゃった。そんなわけはないよ。2層メイク、このチョコレート本当にウケるんだけど。本当にチョコレートだね。そしてこの今コーンね、キャラメルっぽいよね。なんかもうね、これ以上飾り付けしたくないぐらい綺麗なんだよね、このチョコレートと色合いが。このアイスやばいね。ちょっともうなんかもうこのままでいいんじゃないかって思っちゃった。でもこれ以上やることないんですけどね。このチョコを試したかった。いや、本当にチョコ出てくるしね、面白いんだけど。これに何かしようとかそういう気ないんだけど、面白い、このチョコ本当に。
まあ、ちっちゃいお子さん間違えて本当口入れないように気をつけてください。本当にあのお菓子作りコーナーに売ってるスーパーのチョコレートみたいだよ。見た目もパッケージもそうなんだけど、この出てくるのもそうなんだよね。ほんとチョコが出てきたみたいな。ほんと手お子さんの手の届くところ置いておいたら怖いかも。うちのチビなんかほんとチョコ大好きだからほんと怖いわ。これどう隠しとこう。まあ、チョコってまだ読めないからいいけどね。読めないとそうか、怖いのか。レジンも読めないか。レジンの意味も知らないもんね。もう今日は結構バタバタしてました。マスター火曜金曜がね、あのアイスが届くんですよ、発注して。で今アイス屋さんも来て副業の打ち合わせの人も来て、何やってんのって言われたから、今いろいろやってるんですよって、裏でバタバタみたいな。あと何したっけ。あ、そう、あと今日暑いからね、結構アイスが出まして、雑貨も結構今日は言ってまして、嬉しい嬉しい悲鳴なんだよ、本当に嬉しいよ。でね、これさ、ちょっとここまででさ、もういいんだよ、もういいと思うでしょ。でもね、ちょっとどうしてもこれ入れたいんだよねやめといた方がいいよね、知ってる、絶対やめた方がいいの知ってる。止めて、私を、私を止めて。あのダイソーにそのチョコチップを買いに行ったらなくて、これ買ったんですよ、こっちのチョコチップ。ちょっと違うじゃん、チョコチップじゃないじゃんみたいな。もうチョコのかけら、これはどうするんだ私。やめとけ、絶対やめといた方がいい、ここでストップした方がいいと思う。知ってる知ってるけど、この超リアルなチョコ使いたい、ミルクチョコレート。どこにどこに何すんのこれ。これ食べかけがさ面白いんだよね、きっと。アイスに第一さ、板チョコ入ってないよね。やっちゃったよ、私を止めてくれないからやば、置いちゃった。面白い、これやつね、ホワイトチョコとブラックチョコと、これ何、クッキーあんじゃん、ちょっとクッキー。いやもうアイスじゃなくなっちゃうよこれ。やめとく、やめといた方がいい、止めて、私を止めて止めてくれ、止まんない、やばいやばい。チョコレートだから、ちょっとチョコレートだらけ、ちょっとこれおかしいだろ自分。いやいや、もうアイスじゃなく分かんなくなっちゃうじゃん、チョコレート置いたら。クッキーやめた置いちゃったよ、誰も止めてくんないから。ちょっとこんなアイスない、硬化してきます。はい、出来上がりました。やっちゃいましたよ、チョコレートでチョコレートアイスつけたかったんですよ。で今日はいいんですよ、デザインはこのね、キャンドゥさんにあるね、このチョコレートっていうレジン液を使ってみたかったんです。それがこの真ん中です。本当にチョコレートみたいでびっくりしました。ちょっとね、動画だと黒っぽく見えちゃうと思うんですけど、あの本当チョコレートですよ。わかんないかな、わかるかな、下のコーンが茶色だからね、黒に見えちゃうけど、あのね、ダークチョコみたいな感じです。だから多分ホワイトとか出せば、もうちょっとミルクチョコになるんじゃない、このミルクチョコ、ホワイトチョコ、ダークチョコみたいな。で上はね、これチョコチップ売ってなかったからしょうがないからこれ入れました、百均さんの。でね、これキャンドゥさんの枠なんですよ、ソフトクリームの。
で一番初めに下にテープで、あ、テープって何でしたっけ、クラステープじゃなくてマスキングテープか、貼って貼り付けてやったんですけど、これ結構枠はしっかりしてるんですよ、厚みもあるし。ただこれ横から見るとちょっと反ってるんです、こっち側が。こうやって上に反っちゃってるんですよ、こっち側が。なのでいつも普通に私お客様のやつ枠を一番下段だけ作るんですね、同じやり方でペタってくっつけて、漏れはしないんですよ。でもこれは枠がちょっと上に反ってるんで、ここがのコーンの部分が少しこう全体的にはみ出てしまいました。100均さんの枠で本当に100均って100円とは思えないぐらいよくできてる枠なんですけど、ほらこれだと分かるでしょ、こっち側が反ってるんですね、こっち側に上に。うん、厚みもあって重量感もあって、あ、いいなと思ったんですけど、ちょっとそこを注意してもらえればいいと思います。はい、まあ漏れちゃった分はね、あれ割っちゃえばバリと一緒で取っちゃえばいいんですけど、それ以外には特に問題なく面白かったです。なんじゃこりゃ、アイスだよ。いや本当チョコレート試したかったんですよ、本当に。あ、本当チョコだった、面白かった。バニラもう少し濃ければよかったな。まあいいや、今日はこのチョコを試したかっただけです。キャンドゥさんのチョコレート試してみました。今日も見ていただいてありがとうございます。試してみた系です。美味しそう、チョコ食べたい。